ウォルター・クレインによる、この歌を題材とした、イラスト、ロック・ペンスの歌は、イギリスを中心とした、英語圏の同様である、マザー・グースの一編である。現代は、シング・エイ・ソング・オブ・シックス・パンスと言い,い、数ある、マザー・グースの中でも腰に入るほど愛称されている、歌である。通常愛称されている歌は4連で構成されている。シング・エイ・ソング・オブ・シックス・パンス・シング。 A song of sixpence.A pocket f u l o of l i g h t four and twenty black、birds. b i r d s b a k e d in.A pie.When the pie was opened.The birds began to sing.Was not that a.Dainty d i s h two, s e t before the king.The king was in his counting.House.Counting Count out his money.The queen was in the parlor.Eating bread and honey.The maid was in the garden.Hanging out the clothes. ゼアケーム、エイリトレブラックバード、アンドスナップットオフハーノーズ、ロックペンスの歌ロックペンスの歌を歌おうポケットには、ライ麦が、いっぱい24話の黒つぐみパイの中で焼き込められた、パイを開けたらその時に歌い始めた小鳥たちなんて、見事なこの料理王様いかがなものでしょう。王様オクラで、金冠上王は、広間で、パンに蜂蜜メイドは、庭で洗濯物干し黒つぐみが飛んできて、 メイドの花をついばんだ歌の歌詞の意味やその成り立ちについては次の諸説がある。ありがとうございます。